セフトの東大計画が進行する気がします。出ましたよ、大物が。林義弘が出てきましたね。爆心リストが更新されてたらしくって、この最後の学者括弧 SF 含むの4番目に林義弘さんいらっしゃるんですけど、まあ、この人ズブズブです。秋篠宮と20年来のお付き合いです。研究仲間であられるし、一緒に本まで出します。ズブズブな大物が出てきましたね。国立科学博物館の林義弘顧問です。国立民族学博物館も、そして国立科学博物館も秋篠宮とべったりです。大物の秋篠の専門家呼んできて、また語らせてるわけですよ。やっぱり予想通り、上皇と秋篠宮と悠仁しかべた褒めしてないんですね。どういうことですか？不敬ですよ、これ。上皇様とタヌキモーニング姿で引き継がれる研究皇居の生き物たちと、動き始めてきたなと思います。国立科学博物館、林義弘顧問、モーニング姿でタヌキの糞を拾われる上皇様、そんなやりとりを明かしたのは30年にわたって、皇室の研究活動を手伝う国立科学博物館顧問の林義弘さんですと。あんま聞いたことないですけどね、それ、タヌキの風の話なんて。あ、新しく出てきました。上皇様、この30年の日本人っていう本で、学習院高等科の友達が、殿下の勉強机を見ると、これ上皇様のね、切りついたような穴ぼこが一面にある。これなんだいと聞いたら、殿下は笑いもせずにコンパス出してきて、飛んできた虫を刺すのさ、とおっしゃったわけですね。ちょっと心に闇をお抱えになってるのかなと思いますし、それからこれは若かりし上皇様皇太子時代の話なんですけども、皇太子の現状にはっきりと危機感を持っている宮内庁の某関係者に、そろそろ浩宮、幼い頃天皇陛下がね、帝王学が必要なのではないかというと、彼は声を潜めて言うんだと。いや、必要なのは皇太子です、上皇ですって言う、そんなこと言われてるわけですね。冗談もあまり聞かないって特徴がありまして、昭和天皇陛下も結構お冗談を言われる、そして周りが非常にほんわかされるわけですね。現天皇陛下もお冗談を結構言われるじゃないですか。みんな穏やかになるじゃないですか。インドネシアのナルトの私はナル人ですとかね、トレンドにもなりましたよね、 X のね。先帝陛下のおそばにはいつも笑いが絶えないと。じゃあ一方で皇太子は現状このはどうかというと、残念ながらそれが終わりにならない。学友は殿下とはバカ話ができません。非常にお利口で、間違ってることがあるととことんまで指摘し、やり込めないと気が済まないと。クソ真面目というか、コンパスで虫を刺したり、まあ、非常に負けず嫌いなご性格なんですね。めんどくさい人ですね。まああまりお付き合いしたくないタイプだなと。頭が固いというか、まあ無邪気なんですよね、すごく。まあ上皇様って非常に悪気はないと思うんですけど、なんかそんな気しません？悪気はないんだけど、周りから見たらそういう風にしか見えない行動を結構取る気がするんですね。まあ、それは自然にやってる気がするんですよね。まあ、つまりね、共感能力が非常に欠如しているんじゃないのかなと。まあ、動物の研究に精を出されるのも、まあ、なおかつ秋篠宮も同じ性格を持っていて、負けず嫌いですし、人にあまり興味ないと思うんですよね。だからこそ動物の変化は気づくんでしょうね。人間にあまり興味がないから。し、この林義弘さんは、山下鳥類研究所の前所長ですね。まあだから、秋篠宮とはべったりです。それから、家禽と家畜の学者です。獣医師でもあります。秋篠宮とべったりになる理由って研究テーマが共通してるっていうかね、この人が秋篠宮の本書いた気がしますけどね。秋篠宮がそんな書けるんでしょうかと。日本の皇室の世界から褒められてることの人で研究熱心だということです。研究熱心な皇族といえば、子供の頃から動物好きのエイミアも鶏の研究が専門と、小学校の卒業論文に鶏のことを書いておられます。自分は将来大きな鶏を作りたい、昔の江守さんが書いた本ですね。で、最近では悠仁ですねと、ただものではないと、また挙げてますよ。これは2歳の悠仁、トンボの羽を掴んでカメラにアピール。非常にお静かな方ですけど、トンボの話になるとよどみなくいろんなことが出てくると。トンボの研究者が舌を巻いてと。それは言い過ぎだと思いますけどね。秋篠宮様の研究をよく知る国立科学博物館顧問林義弘さんに聞いたと。
魚類分類学者である父上の統帥を受けまして、興味あることを突き詰めて、考える姿勢を早くから学ばれましたと。そしたら学習院で最下位にはならないと思いますけど、で後輩が好きなんですね、自らみたいに。林さんはこういうわけですね。悠仁は皇居が好きでした。いろんな種類のトンボが観察しやすい皇居に行くのを楽しみにして、それは上皇様も嬉しかったんではないですかね。愛子様とか原点の陛下は当然ながら書かれてないですよ。悪神キチグリス荘に乗ってる林義弘さんですから、そうなんだろうなと。研究対象にしていなくても、数々のエピソードから天皇ご一家が一番生き物をいつも死んでいらっしゃることが伺えます。動物たちもまた天皇ご一家にとても懐いている様子がありありと伺えて、実に微笑ましいと。宮様に至ってはむしろ研究材料に対しての残酷な押し打ちもあるとのことですから、あまりに猟奇的でかわいそうなことは止めていただきたいですと。伝説的なエピソードは、まあ、何本かあるわけですよね。そんな悠仁君といえば、モルというか架空ですけども、丸の内で皇居の生き物たち企画展と、悠仁参加のトンボ類調査や新種含む動植物の標本もと。皆さんまたやってますよ。もうね、いい加減に振動化は笑われるだけですからやめてくださいよ。会場では上皇様の研究で明らかになった皇居に住み着くタヌキの餌と見られるアオサムシの標本や、エイミはタヌキに噛まれてますけどね、イルカにも噛まれてますよね。やっぱ嫌われてるんです、動物から。うん、やっぱ動物も分かるんです、本能的に。彼は賢い。悠仁も参加されている、出ましたよ、悠仁も参加されているトンボ類の調査の標本も展示されていますと。そんな時間どこにあるんですか。稲作してね、トンボも研究して、焼け跡も研究して、それから盆栽もできて、スポーツ万能で、嘘じゃないですか全部。ああもうそんな嘘やめましょうよ。どこに受験勉強する時間があるんですか。それでもって成績優秀、そんなわけないでしょ。多分また実績を作ろうとしてるんじゃないのかな。ちなみに悠仁君のトンボはこれなんですね。立派なトンボの標本なんですけども、これはね、悠仁が、まあ、参加してると、まるで悠仁が作ったかのようにまた書いてますけども、またどうせ嘘なんでしょ。悠仁君映像がありまして、本当にトンボ好きなのかなと僕は疑問を持ってるわけですね。周りトンボみたいな生物飛んでるんですよ。好きならば見る気がするんですが、全く何も見なかったわけですよ。ちょっとね、違和感を感じざるを得ないし、宮崎キャップまた持ってますよ、トンボ博士と言えるぐらいトンボにお詳しいと。うん、そういうことですかね。こう持ってるわけ、秋篠宮が持ったものをこういうふうに持たれてそっぽ向かれてますけど、本当に興味あるんですか。やらしてますよね、これ見ても。僕はこの映像を見てもやらしてるようにしか見えないんですけども、まあ、皆さんどう思われますか。で、大体的にまた報道してるわけですね、いつものパターン。これで騙せると思ってるんですよ。我々も舐められたもんだなと思いますね。誰が信じるんですか、こんなんね。悠仁君7歳、夏休み昆虫の標本作りと。夏休みには宮邸がある赤坂御用地や皇居で虫取り網で蝶などを追いかけ、草地を走り回ったり、池や沼地でトンボを舞ったりされたと。昆虫を天皇皇后両陛下にお見せしたり、分類して標本作りに取り組んだりもされたと。これは上皇と上皇后ですね。本当ですか。それから中国の記事がなかなか鋭くて、ご紹介させていただこうかなと。紀子は悠仁に少々攻撃的な態度を取られるのを嫌がってる。悠仁の学校での成績はあまり素晴らしいと言えないと。が、文人と紀子はそれでも悠仁を学業面で躍進させたいと思ってる。そして悠仁は高校生になる適齢期である。悠仁は高校に通う年齢になりますが、元の学校であるお茶の水女子大学附属女子校は女子校であり、紀子やロイヤルスクールに行かせたくないので学習院のことでしょうね。受験のプレッシャーに直面することになって、紀子は悠仁を日本屈指の進学校である筑波大学高校に入学させることで今度こそアピールさせたいと考えている。悠仁は王子であることを当てにして入学したのではない。紀子はそれが他の人々の笑いを誘うことはあざとく理解していた。だから紀子はあざとく悠仁を試験に行かせることを選んだと。彼女は息子がとても優秀であることを外部に伝えたかったのだと。悠仁は自分のレベルをはっきりと認識している。リュックを背負って試験会場に入るとき、とても緊張しているのがわかる。
なかなか面白い見方だなと思いましたが、こちら確かにすごい顔が落ち込んでるというか、僕は何しに行くんだろうみたいな感じなんですよね。想像なんですけども、確かに顔が沈んでますよね。やっぱり悠人くんは非常に無理のある振動家の餌食になっているんだろうなと。まあこれね、心に傷を負うと思いますけどね、普通にね他のですね記事にも、キコは悠人に振動家のペルソナを与えようとしているとか、ただこの振動家は、崩壊しようとしていると、まあ、痛烈に書かれているわけですね。こんなことを言われてしまってるわけですよ。まあ心に傷を負いかねないわけですけど、またやるかと。子供のことを何一つ考えてないんだろうなと思うし、悠人くんの、本来の能力を愛されてないんだろうなと僕は思いますね。だから振動化された、進学校に入られた、薄い白で塗り固められた偽りの子供の優秀さ、それが好きなんでしょうね。それは子供を愛してるとは思いませんけどね。ありのままを愛してあげないと親とは言えないんじゃないのかな。ある意味気の毒だなと思いますけどもね。もうね、17ぐらいですから、やっぱり幼すぎるなと。表情もないし、大丈夫ではないですよね、どう考えてもね。無理やりあがめ立てまつるっていうのは、違和感があるし、気持ちが悪いなと。あのお方を立てまつるのは無理でしょうねと僕は思いますけどね。まあ普通の感覚の人だったらそうなると思うんですけどね。で、まあ新型はこういうトンボを見て、すごい人道天才みたいな感じですね。お前いつまでやるんですかそれ。かわいそうですよ、ある意味。本来を愛してあげないとかわいそうだと思いますけどね、僕はね。はい、以上です。それでは皆様ご一緒に近いお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。